すいません。はい、毎度おきに T スタイル26テニスクラブの武志コーチです。今日は、平松慎之介プロに、来てもらってます。T スタイル26 YouTube は年内1000人を目指しているので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平松慎之介プロの、プロフィールを紹介します。千葉県出身、はいはい、で今1996、25歳、はい、もうすぐ26です。株式会社、ニジ所属、はいはい、で、IOE 学院、兵庫の、IOE 学院高校を卒業後、セルビアを拠点に、3年ヨーロッパの ITF ツアーを開催する、はい、世界ランクが最高1600位。そうですね、日本ランクも最高70位、はい、で2021年に全日本選手権に出場された、はい、で今あの、まあ、コロナの規制が、緩和されて、ちょっと再びヨーロッパのツアーをメインにちょっと現在も活動されているということで、はいはい、で今日はあの同じ運動公園で、はい、あのイベントをやらせていただきました。ありがとうございます。来てくださって、ちょっとじゃあ今日来てくれた方にコメントよかったらお願いします。はい、まあ、ちょっと台風の影響で、あのできるかできないかだったんですけど、無事に天気も、なんとか持って、今日来てくださったら皆さんありがとうございました。すごい楽しい時間を過ごさせていただいて、まあ、あの2時間という時間だったんで、こう自分の伝えたいことが全部こう伝えきれたかどうかはちょっとわからないんですけど、何か一つでも多く吸収して、今日来てよかったと思ってもらえてたら、とても幸せです。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日コメントもいくつかもらってて、はい、ちょっと、あ、ごめんなさい、すいません、大丈夫です、すいません、すいません、すいません、ごめんなさい、大丈夫じゃあ、なんかあれ、けいちゃん、これ4階までしかないよ。7階だから違うとこじゃない。いいよ、いや、よく時間だから、まあ、カットできます、カットできます。じゃあ、ちょっと、コメントいくつか入れます。はい、ゴリラの子さん、はい、テニスに必要な、スポーツやトレーニングを教えてください。はい、まあスポーツ、そうですね、まあよく聞くのはサッカーやってるとすごいいいみたいな話は聞くんですけど、自分自身はもうテニス以外やってきたことがないので。そうなんですね。おすすめのスポーツっていうのはなかなかちょっとこう言えないんですけど、トレーニングっていうと、まあやっぱりあの強いショットを打つためにはやっぱり強い体幹が必要なので、うん、そのまあ、皆さんやってらっしゃるかもしれないですけど、このあのシンプルにプランクとかサイドプランクとか、こう体の体幹を鍛えるトレーニングはあのいくらやっても足りないくらい僕らもやっぱやりますし、それはこうトッププロの選手がやってることなんで、それは大事かなと思います。皆さん体幹トレーニングやってみてください。ではですね、お名前は平田さん、はいはい、プロを目指すきっかけを教えてください。はい、あと 100m のタイムで最高。そうですね、じゃあまず、ね、じゃあ先に 100m のタイムの最高、僕も中学校以来 100m のタイムってちゃんと測ってないんでわかんないですけど、まあ、14秒か13秒台だと思いたいです。まあ、走るのは得意なので、まあ勝手に13秒台ですって言わせてください。で、そうです、あとはそのプロを目指すきっかけなんですけど、まあ、元々プロになりたいと最初から思ってテニスを始めて、で、IOE学院にも進んだので、まあ、元々こうきっかけっていうきっかけはあんまりないというか、もう高校でテニスしてて全国大会出れましたぐらいから、あ、やっぱりもうプロ行けるなというか、行こうっていう感じだったんで、何かきっかけでプロに行きたいっていう感じじゃなくて、まあ、最初からプロを狙ってやってたかなっていう感じですね。きっかけっていうきっかけはなかったかもしれないです。もう目指したのがもうそもそも、はい、もう先にゴールというか、もうプロ行ってどうなるかっていうのを知りたかったんですけど、もうプロはもう当たり前に行かないとっていう感じだったって感じです。目
意識が全然違いますね。そういう感じですね。でもあの実際あの僕も平松君の試合とかちょっとインスタとか YouTube でちょっとしてもらってて、はい、本当に軸がぶれないなっていうのすごい分かるんですよね。はい、ストロークが自分はやっぱ振りなので、また何本かあの YouTube に僕の試合の映像が上がってるんで、それ見てもらえればどういうプレースタイルかはあのちょっと見てもらえると分かるかな。とにかく安定っていう感じ。そうですね。ぜひぜひちょっと皆さん見てみてください。お願いします。はい、じゃあ、今日からもう行かれるんですよね。はい、そうなんですよ。ちょっとあの本当はあの2日間のイベントだったんですけど、ちょっと台風の影響で2日目ちょっとできそうになくて、でプラスあの遠征がもう近いということで、あの福岡に本当は残りたかったんですけど、残ることができなくて、こういうあのちょっとあの自分がこう皆さんの前で何かこうお見せできるみたいなことができなくて、すごい残念なんですけど、まあ、また福岡にその中原コーチとかがもしイベントを開いてくださったら、僕もそこにぜひゲストとして参加させていただきたいなと思っているので、またあのまた来るので、ぜひ楽しみにしててくださいという感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、明日のイベントをね参加された方もね、はい、残念ですけど、また次回、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれを、はい、すごい可愛いなと思って、はい、はい、じゃあ平松プロありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。一日だったんですけど、よかったです。はい、またぜひ福岡に遊びに行きます。はい、ぜひ行きます。ありがとうございます。じゃあ終わります。せーの、ほなさよなら。さよなら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。